こんばんは。ちょっと臨時で動画アップしてます。えー、っと、ナスダックですね。私がもともとどんな今日予想だったかっていうと、この高値から15,425ぐらいまで下げて、そこから上が,上がっていくという予想でした。で、うん、今ね、すごく中ぶらりんなところにいるじゃないですか。 でね、ちょっと何とも言えないところではあるんですけど、私の言っていたメドよりもちょっと下がってますよね。400ちょっと割れるぐらいまで下げました。はい。で、あと、年初からのトレンドライン。ここ、先週上抜けして、で、下抜けして、えー、サポレジ転換みたいな形で落ちていると。これね、すごくいやらしい形というか、目線がね、下に行きやすい形なんですよね。つまり、これ4時間しても確認できるんですけど、 ダブルトップ。ね。皆さんも意識されたでしょうここのネックライン割れると下だよみたいな。うん。こういう形に見えますよね。ただね、注意されたいのは、ここ最近ね、振り返ると、ほとんどね、上がっていくときってね、4時間足のトレンドを、一旦下落に振ってから、うん。下落に振ってから、こんな感じで。うん。で、その後、上がってるんだよね。 ここそうでした。あとここもそうです。なんかね、すっごいいやらしい形。ジグザグと。で、下ってなってから、ね、トレンドなくしてから上上がっていくみたいなね。こういう形。うん。ここればっかなんですよ、ね。目線を下に振っておいて、で、上にドンって上がるみたいな。はい、ですので、私がもともと言っていたのは、 えっと、まあね、こんなね、簡単に、下、上みたいな、うん。こんな感じで動いてくれなくて。うん。だから、浅い、浅いダブルトップは注意が必要だよってことですね。深いダブルトップだったら、まあ、天井圏で、ある程度、うん。ああ、これは下に行きやすいかなって思うんですけど、でも、直近の濃い安値見るとかなり高いところで、まあ、やってるに過ぎないと。 うん、だからまあ、ジグザグ波動的には、まあ、4時間足のね、ダブルトップ完成して、下行く、行くだろうなと。で、燃焼からのトレンドラインで、抑えられて、下、行くだろうなって。で、目線をこうやって下に振っておいてからですね、まあ、このように V 字回復して上がっていくというパターンが、ここ、何回か続いてるんですよ。ですので、あの、こういうのについていってしまうと、焼かれてしまうと。 いうことですね、私は先週立てたショートポジションはもう今リグってます。リカしてます。で今ね、ロングに持ち替え,えて上がってほしいって思ってるんですよね。はい。もともとだって上予想だったでしょだから勢いよくどっかで加速してほしいんですけど、まあ今のところちょっとね、なんとも言えないですね。うん、でまあここ割ってくるようだったらね、ちょっとまた様子見ですね。はい。今のところはね、 そんなに力強い,感じがしないで,すで金利もそうですねまあしの上昇トレンドみたいな形でこっから上がっていきそうな感じまあちょっと今一服中ですけどねはいこっから深い押しを作ってで金利が上がっていくようだったらこの下げのところでまあ株が上がっていきやすいのかなって思うんですけどいやー今のところ上値は重いし はい、ちょっと弱気弱気ではあるけどどうなんですかねまあこの辺直近の高値であるこの辺とかねあとこの辺とかやっぱ抜けないことには何とも言えないですねはいですのでいろんなパターンはね私いつも予想動画をアップする時に下上みたいな感じで非常にこうシンプルに書くんですけどだけどねまあ内部を分解してみるといやーこれダブルトップじゃんって。 これもう下に決まってるって、売りだって、うん。で、誘っておいて、ドンってね。特にこういう大きな要線で、こう、騙すみたいなね。はい。レアで食いついた人たちを騙すみたいな。はい。そういうのね、よくあるんでね。なので、まあ、ここ最近のチャートを振り返って、4時間足でジグザグ引くと、ああ、この騙しをやってくるのかな、みたいな。そういう視点がないと、ほんとね、やられてしまいますよね。 はいまあ、注意が必要かなって思います。なのでまあこの508とかね、まあ、先週の高値この辺上抜いてきたらまあ上げが加速していきやすいんですけど今のところですね今12時44分か、うん、今のところまだねすごく中ぶらりなところにいます。はい、ここからね今上値が重いですがこの辺のね高値上抜いて上げが加速していくのかどうかっていうところですね。これを一緒に 一緒にというかライブ、まあそうですね、よっぽど大きく上げてくれたら私も、はい、気が楽になるんでライブやるかもしれないですね。はい。ただ、今のところわからないという感じで。はい。また、えー、ライブやったときはお付き合いのほどよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。